続きましてですね、アルゼンチンのもう一人の前チャンピオンですね、フリオセサール・バスケスもこの日同じリングに上がっています。それではまずプロフィールから最初にお伝えしていきましょうか。はい、こちらもサウスポーのモーファイターです。フリオセサール・バスケスのプロフィールをご覧いただきましょう。アルゼンチンサンタフェ出身の31歳、86年にプロデビュー、92年に空位の WBA 世界ジュニアミドル級タイトルを獲得、柔道防衛した後95年あのパーネル・ウィテカーに12回判定負けしタイトルを失っています。しかしその9ヶ月後にカール・ダニエルズに11回 TKO 勝ちし脱会、そして96年ローラン・ブードゥアニに5回 KO 負けしタイトルを失いました。こちらは3度目の王座返り咲きを狙います。戦績は62戦59勝3敗、59勝のうち40の KO 勝ちがあります。今回は元アルゼンチンミドル級王者のラウル・オマール・セナとのノンタイトル戦です。はい、小泉さん、こちらもあの久しぶりなんですが、最近はどういう動きなんでしょうか。ローラン・ブードゥアンにですね、タイトル取られてから10ヶ月間休んだんですね。その後カムバックして3戦全勝、1KO なんですけど、最近2試合は判定勝ちに終わってるんですね。はい、そうですか。さあ浜さん、はい、このバスケスはどういった試合見せてくれますかね。バスケスもサウスポーの左のパンチが強いんでですね、はい、ショートでもロングでも力だけで打つパンチがありますから、はい、そのパンチが出れば本調子と見ていいでしょうね。そうですか。はい、それでは早速その試合ご覧いただきましょう。この試合はハイライトでご覧いただきます。どうぞ。入場してまいりましたフリオセサール・バスケスです。前 WBA のジュニアミドルのチャンピオンです。フリオセサール・バスケス、まあ一旦は返り咲いた王座ではあったんですが、初防衛戦で敗れています。そして一方ラウル・オマール・セナ、こちらは2ヶ月半ぶりのリング、一方のバスケスは4ヶ月半ぶりのリングです。ギジェルモ・アルマーニ、両者を比較した身長体重でありますが、ご覧のような数字になります。フリオセサール・バスケスが身長は5フィート7インチですと170センチになります。両者とも身長それからウエイトは一緒です。こっちに続きましてバスケスが登場しました。アルゼンチンマルデル・プラタのリング、こちらはベテランセナ35歳です。これが49戦目のキャリア。そして一方のバスケスは63戦目。まあ、小泉さん、先ほどのこっちもそうなんですけども、やはりアルゼンチンの選手でして、もう非常に2人とも試合間隔が短いんですよね。バスケスがこれ久しぶりに4ヶ月半という長い間隔なんですけども、それまでは1ヶ月2ヶ月は当たり前っていう感じでやってますからね。そうですね。まあ私マッチメーカーなんですけれど、それだけ中堅選手がたくさんいるっていうのが、まあ、ある意味で羨ましいですね。本当にそうですね。さあ試合が始まります。フリオセサール・バスケス対ラウル・オマール・セナ。バスケスは青と白の縦縞のトランクスです。右を出していきました。白のトランクスを履きましたベテランのラウル・オマール・セナ。最後の試合は97年の12月5日に行っています。この試合は10ラウンド戦ってドローでした。以来2ヶ月半ぶりの試合です。こちらも頻繁に試合をこなしています。例えば96年は6試合、97年は7試合行っています。でこの98年はこの試合が初めてです。まあ、浜さん、はい、まあ、そういった選手がいっぱい、選手が熱いのもありますけれども、はい、体が頑丈でないとこれだけできないですよね。まあ、そうですね。今の日本だとこれだけの試合するというのはまず考えられないですよね。ということは、まあ、年間6回7回普通ぶっ続けやるというのは、少々体調は絶好調ないにしても、はい、試合はどんどん続けるんでしょうね。でしょうね。左ストレートボディに持っていきます。スピードがあります。フリオセサール・バスケス、ローラン・ブードゥアディに5ラウンドノックアウト負けでタイトルを失ったことがかつてありました。96年8月、それからスカイキまで少し時間がありました。10ヶ月のインターバルがありましたが、しかしそれにしましても10ヶ月のインターバルで再戦を飾っているわけです。フリオセサール・バスケス、これが3度目の戴冠を狙います。王座獲得を狙います。そういった道のりにあるフリオセサール・バスケス、どこまで本調子のバスケスが回復してきているか、このノンタイトルでありますが非常に注目される試合です。
また左のストレート、まあ、あの狙いはボディブロー打っといて、まあ、背中どんどん動いてますからね、その動きを鈍らそうという狙いはいいですね。相手を捉えています、車体に捉えています。足を使って距離を取ります。セナ初めての王座の時には92年12月からでした。これは10度防衛に成功しましたが、パーネル・ウィティカーに敗れています。2度目の王座が95年の12月からでした。これはカール・ダニエルズに移っていたタイトルを取り戻したものです。しかしそれは初防衛なりませんでした。フリオセサール・バスケス左も買い持っていきます。まあ浜さん、はい、このバスケスこそ本当に真正面真正面から行く、まあ、という感じですよね。投球みたいなあの動きにしますけど ね本当に真正面が強いですね。それだけ、まあ、打たれても大丈夫な顎を持っています。それからボディを持っています。フリオセサール・バスケス、それとやっぱり何といっても前に出る分突進力は持ち味一番ありますね。あ、そうでしょうね。この試合はまあ立ち上がってまだ間もないんですけども、どうですか、そういった突進力感じさせますか。やろうとはしてるんですけど、相手の背中が柔らかいんですよね、はいはい、ふわりふわりと動いていくんで、今のところはまだ攻めきれてない状態ではありますけどね。何か言葉で言ったら老快というようなね、言葉があるかもしれませんね。第1ラウンド終えています。さあ小泉さん、いかがだったでしょう。はい、ポイントは10対9ですね、はい、バスケスのラウンド、まあ、毎回のように採点基準申し上げておきたいんですけれども、はい、まず有効なクリーンヒット、これが第一ですね。ここで差があればもうポイントをつけます。その後構成ですね、そして防御技術、そしてリングジェネラルシップって呼ぶペース支配ですね。でダウンが1度あると10対8、ダウンが2度あると10対7、これが採点基準ですね。はい、ボディをマーク打っていきます。フリオセサールバスケス、さあ第2ラウンドです。スーパーミドル級ノンタイトルの8回戦です。浜さん、はい、左を追っていきます。先ほどはですね、はい、ラティゴ、はい、コーチはねこういった、はい、ムチみたいなパンチだというニックネームを持っているんですけれども、まあバスケスの場合はまず力だけのボクシングと言っていいでしょうね。腕の力だけで左振りますからね。そうですね、まあ、バスケスとコーチ、まあ、その辺違いはありますけれども、試合は第3ラウンドに入っています。先ほど第2ラウンドと言いましたが、第3ラウンドに入っています。両極端ですね、コーチとバスケスの、はい、同じ左構えの選手ではありますけどね。打っていきます。まあ、例えるならば、ムチではなくてこうナタのようなドーンという感じも、そんな感じにも受け取れますけれども、バスケス、パワー、かいな力というのはかなりのものあるんでしょうね、おそらく。おっと、引き倒したような格好になりましたね。まあ、パンチの種類もいろいろあるんですけどね、はい、バスケスの場合は本当に力で打つボクシングですね。ご覧のようにガードを高々と上げまして、そして打ち込んでいきます。よくバスケスの前世時代、浜田さんおっしゃってたんですが、自分の肉を切らして骨を断つ、そんな、ね、戦法をよく取ってましたよね。そういうのは普通長くは持たないんですけどね、この選手は相当頑丈ですね。ショートレンジ組んでしまいました。まあ最高にいいボクシングというのは打たさないで打つボクシングなんですけどね、骨を切らして肉を断つ、逆ですか、肉を切らして骨を断つ、あ、そうですね、その場合には私相当体力消耗しますからね。そうでしょうね。それでいてこれだけ連続で試合できるというのは相当タフで頑丈な、鍛えたからそうなったというよりも、もともと頑丈な選手が鍛えたというところですね。左を打っていきます。左のクロス、そして近づいたところを左を思い切り持っていきました。それからこのバスケスはたとえクリンチしてもどんな体勢からでも打ってきますからね。特に左の腕さえ空いてればどこの角度からでも打ちますからね、それを背中知ってるんで、やっぱり今のようなふわりふわりと動いてるんですね。おっと、軽く花田の頭こすられました。ですからこのバスケスの試合は、まあ、絶対に試合から目を離すことができません。いつ倒れるか分かりません。まあボクシングはそういったスポーツなんですが、特にこのバスケスはそれを感じさせます。まあパンチのある選手はそういうところがよくありますから ね左を打っていきます。残りわずかになりました。第3ラウンド、この相手のセナなんですけど、さすがは元アルゼンチンミドル級チャンピオンだけあって老快ですね。キャリアも十分積んでいます。
ここでゴングです。第3ラウンド終えました。まあ、このラウンドもバスケスのラウンドでしょう。いい左ストレートボディ打ち込んでましたね。はい、アルゼンチンで行われています。この試合は、まあ、国内戦というような格好になっています。コーチの後はバスケスが登場しています。これはタイトルマッチではありませんが、アルゼンチンのファンにとりましては答えられないカードが続いているわけになります。まさにタイトルマッチをこう盛り上げる意味でもいいアンダーカードですよね。 これね、この試合はハイライトでお送りしています。スーパーミドル級の8回戦、試合は第5ラウンドに移っています。軽いステップ、跳ねるようなステップから右、速いシャープの右を繰り出していきます。その後左をフォローしていきます。バスケス、バスケス、また左を動きます。もうセナは予想以上に動きは速いですね。おっとっとっと、いや、あのバスケスが苛立ってるんですよね今。ちょっと自分の思い描いていた戦い方と違うんでしょうかね。バスケスからするとセナは逃げてると見ているんですよね。あ、なるほど。このまま逃げるな、打ってこいという気持ちがあるわけですよね。浜田、青と左、浜田さんはどう見ます、このセナの動きに関しては。やっぱりあのバスケスの強打を警戒してますからね。逆に言えばそれしかないんじゃないかなと思うんですね。今右を合わせてきたんですが、セナほとんど聞いてません。打ち合いに行けばやっぱりバスケスの左が飛んできますからね。そうですよね。まあ、お互いの立場から言えばセナの場合は判定まで行ったら、あ、勝ちと言っていいんじゃないですかね。あ、そうですか、はい、バスケスはノッカーとして当たり前ですから。かなり大胆に距離を取るようになってましたセナ。フリオセサールバスケスは3度目の王座を狙うその道のりにあります。当然お客さんもいかにして倒してくれるか、そういったことを期待してこの詰めかけているわけですが、ポリデポルティブパンアメリカン体育館、アルゼンチンのマルデルプラタにあります。右のアッパー、左、いずれも当たりません。ラウル・オマール・セナ、のらりくらりといった感じです。試合数はかなりありますが、セナ、さすがにセナはベテラン経験がものを言ってますね。バスケスのパンチが届くところになるとすぐ相手のバスケスの左腕を抱えますからね、はい、左は打たさんどこうという構えですよね。逃げ切ったら、まあ、セナの勝ちであろうと、そういった、まあ、勝負の、ね、観点、ですからバスケスもそれを十分承知してますから、こういった追いかけてちょっと焦り気味になるんでしょうね。まあ、ですから、まあ、今5ラウンドに来てますけど、はい、5ラウンド、6ラウンドで倒すというよりも、まあ、7回ぐらいで倒すつもりでですね、ボディを打って鈍らしておけばいいんですね。このボディも今打とうとしてるんですけど、一発目ほとんど当たってないわけですね、はい、それで追い打ちすればいいんですね。あ、この辺軽いパンチですが当てられます。コッチとバスケスが共に8ラウンドの試合を戦っています。このラウンドも終了しました。もうこのラウンドもバスケスのラウンドですね。まあ、有効打自身はそれほど多くないんですけどね、相手がもう逃げるばっかりなんで、ただ構成は取り続けてますね、はい、セコンドの指示を聞いています。ラウル・オマール・セナ、まあ、小泉さん、この試合もノンタイトルで8回戦という数字なんですけども、まあ、バスケに質にしたらもうちょっとあってもいいんじゃないかという日本的な考え方なんですが、アルゼンチンはこういうの多いんですか。元世界チャンピオンがですね、その大きなカードの下に、まあ、ラウンドの制限がありますから、はい、そこで8回戦出たりすることあるんですね。あー、ヨーロッパでもありますね、それは。あ、そうですね、まあ、我々の感覚からするとですね、はい、元世界チャンピオン、あるいは現在の世界ランカーがですね、8回戦するって言うとなんかちょっと変に感じるわけなんですけど ね、まあ、向こうではまあ比較的頻繁に行われているというこの8回戦、はい、さあバスケスがそのラストラウンドにやってまいりました。ここまでまだ倒すまでには至っていません。フリオセサールバスケス対ラウル・オマール・セナ、リングサイドカメラが捉えました。お目当てはこの後のタイトルマッチなんでしょうか。今現在はバスケスタイトルは持っていません。おっと、巻き込んでしまいました。
どうも浜田さん、はい、お客さん好みのバスケス今日は戦いプレーできていないような感じですね。できてないですね、1ラウンドから変わってないんですね、あのボクシングの流れが。これまでのですね、はい、試合とマッチでお伝えしましたアルゼンチンでの試合というのはものすごい歓声が降り注ぎましたから ね、そういった感じでは今日はないですね。まあその理由としてこれだけ、セナが動き回ってこの動きが勝つ動きじゃないわけですよね、バスケスのパンチを全部避けようとする動きだけになっていますからね、はい、ですからそういう歓声もない状態に なるわけですね。なるほど。かつてあれだけ大きな歓声を背に受けまして戦いましたバスケスも現在はこういったアンダーカードチャンピオンでなければそれだけの声援も届きません。これがラストラウンドです。スーパーミドル級のノンタイトル8回戦ボディに打ちます。再三このボディにはよく入っています。今度は顔面に行きましたがこれはブロックされています。バスケスの大胆な動きは目につきます。一方セナのこう柔らかい動きが目につきます。さあ連打します。バスケスとしてはですね、あこれ今控室に映ってますね、これがアブラハム・トーレスですね、はい、あの WBA のバンタム級タイトルに挑戦するアブラハム・トーレスですね。その試合はこの後お届けします。コナドゥ対トーレス。いやバスケスはやはりロープとかですねコーナーへ冷たいんですよね、ところが打っていくとですね相手がやはりそのバックステップしてサイドへ回ってしまうのでなかなか捉えきれないんですね。細かく体を揺さぶります。左のストレートは顔面にまで一応届くんですがさほど効果を示しません。第8ラウンド残り30秒ラストラウンドです。もっと打ち返してきますセナ。あこちらがコナドゥです。この後登場してきますチャンピオンです。まだコナドゥは防衛を飾ったことがありません、これが初防衛になるかという一戦であります。この後お届けします。まあ、バスケスはですねこれまで3度しか負けてないんですね、はい、バーノ・フィリップスにその失格負け、それからパーネル・ウィテカーにですねこれ判定負けでそのジュニアミドル級のタイトルを失って、そしてローラン・ブルアニにですね、まあ、あの KO 負けでそのタイトルを失って、だからこの3敗以外負けてませんからね、力はあるんですが所詮力でねじ伏せるボクシングですよ、だから相手はこういう柔らかいそ のれんに腕押しみたいな感じ です、ね、相手に入れられるとやはり苦労しますね、試合が終わりました。8回戦ノンタイトルだったんですが、結局バスケスはセナを打ち倒すことができませんでした。やはり浜さんおっしゃった通りセナ両手上げましたね、最後まで立っていたぞというアピールですね、要するに、勝ったという表情ですね。まあ、今カメラもあったようですけれども、それにしても勝ったという気持ちがなかったらああいうポーズは取らなかったでしょう。まあ、おそらく最近は一方的になると思いますけど ね、その勝敗で言ったら、まあ、まずバスケスなんでしょうけどもね、倒しきることができませんでした。まあ、バスケスのレベルからすると元国内のチャンピオンであれば倒した当たり前だったでしょうから。そうなんでしょうね。早くも T シャツを着込みましたフリオセサルバスケス。Del señor Carlos Villarreal, 80-74. 80-74. Tarjeta del señor Omar Morán, 80-73. 80-73. Tarjeta del señor Edgar Freige, 80-73. Ganador 80-73 ですね。El zurdo Julio César Vázquez。 はい、勝敗は文句がないところです。バスケスが勝利しました。それでは試合の結果確認しましょう。この試合フリオセサールバスケスが8ラウンド判定勝ちです。この試合によってバスケスの戦績が63戦60勝3敗と勝ちを伸ばしました。ということだったんです、まあ、はい、のれんに腕押し抜かぬ釘ですか、はい、ちょっとね倒すのは難しかったかもしれませんね。そうですね、その辺、まあ、浜さんどう捉えました、はい、今日の、まあ、改めてこの相手と前哨戦、まあ、前哨戦というのか肩慣らし程度というと逆にかわいそうだったかなというふうに思いますね、力発揮
できる相手と組めばまた派手な試合見れたと思いますけどね、相手が何かのタイトルかかっていて出てきたらまた違った戦法になったと思いますよ。あ、そうですか、はい。小泉さんはどうでした。まあ、共にコッチとバスケス復帰を目指す元王者なんですけどね、まあ、2人ともボクシングは変わらないな。まあ、もうこのぐらいの年になるとボクシングそう固まってしまってますから変わるもんじゃないんですけどね、バスケスはやはりもう力でねじ伏せる、うん、力押しのボクシングですね。コッチの方がまだ柔らかさがありますね。そのムチのような下からビュン持っていくあのラティゴっていう左アッパーですね、はい、あれがやはり健在ですし、だから彼らがですね、もう共に30歳超えてるんですけれど、まあ、世界大会でもう一回その挑戦するチャンスがあって世界チャンピオンになることができるかどうかですね、彼らのカムバック路線に注目したいですね。そうですね、まあ、しかしバスケスを見るからにこう頑丈そうだったでしょう。そうでしたね。小泉さんよくおっしゃったんですけど、あの、トラさんみたいな、はい、あの車トラジオみたいなね、こういうガッチリとしたあの、また硬いんですけれどね、果たして返り咲きなるんでしょうかね。はい。